デスモンド・リュウェリンは、イギリスの俳優である。イギリス・ウェールズ出身。炭鉱技師の子として生まれる。16歳の頃から俳優を志し、両親に反対され会計士を目指すが夢捨てがたく、20歳で王立演劇学校に入学した。第二次世界大戦中は、5年間ドイツで捕虜生活を送った。007シリーズの初代旧役で、007ロシアより愛をこめてより長年親しまれてきた。Qはイギリス流のユーモアと皮肉を交えながら秘密兵器を提供、毎回ボンドの危機を救ってきた。Qのセリフは科学用語が多い難役であるが、本物の科学者に見えるなどの高い評価を得、実にシリーズ17作に出演。いつもはわずかなシーンの登場だが、007オクトパシーでは、気球に乗って、ボンドに味方する、美女軍団に、助太刀、美女たちにモテまくるという晴れ舞台が用意された。007ワールド is not enough で引退。公開の翌月、ロンドン市内の書店で、彼の伝記のサイン会を行った帰り、自身で運転する、ルノーメガーヌとフィアットブラーボとの衝突事故が起き、ヘリコプターで病院に搬送されるも死去した。同作品の DVD には追悼の映像が収録されている。上記の通り、Qのセリフは科学専門用語が頻出し、毎回その難役をこなしたリュウェリンだが、それに挑戦する意味もあったのか、ロジャー・ムーアがただでさえ難解なセリフをいたずらとして大幅に改変。デタラメな用語を多数取り入れ、さらに難解な台本とし、それを撮影本番前になって、リュウェリンに手渡したという。さらに、走り出せなどのト書きまで書き込まれ、ムーアがネタバラシをするまでリュウェリンは本気にしてしまい、新作のドに大層困らされたと述懐している。ありがとうございます。